お疲れチャンスラッです。今日はですね、現環境最も勝率の悪いカードをね発表したいと思います。なのでこのカードを使ってる方はね、今すぐやめた方がいいです。もう弱いってねことがね証明されてますんでね。はい、というわけで早速、使っていくデッキはこちらのねジャイレイジになるんですけども、この中にねもう一番弱い、はい、もう使い損なカードがねあります。はい、そちらがですねこいつです。はい、ウィザードです。おめでとうございます、ウィザード使いの方々。ウィザードはね使用率自体も、そこまでは高くない。下からね、クララって110枚ぐらいかなあるんですけど、下から15番目ぐらいかな、使用率もそこまで高くはないんですけども、そんな中で、勝率最下位でさえ、他のカードいろんなカード、3、4割ある中でウィザードのあと 19% というね、言ったら5回に1回しか勝ててないでさえ、使ってる皆さんどうですか。格上ね、チンパンとかもあると思うんですけど、その辺もある程度込み込みで余裕で最下位です。はい、トラ上げモード、そしてグラチャレモード、2種ありますけど、どちらにおいても勝率ね、はい、堂々の最下位なのでおめでとうございます。ウィザード使いの方々、ウィザード使ってきたねバカです。はい、あんまり言えないんですけど、自分がねバカなことに気づいた方がいいです。はい今すぐアチャクイかマスケにね、はい、チェンジしてあげた方がいいんじゃないでしょうか。はい、こんぐらいにしとくかあんま言いすぎてちょっとコメントなんで俺やられそうだな。さあ、と言ったところで、なんかだいぶなんか嫌な感じのが来てしまったな。おお、めちゃくちゃいい攻めしてくるっすね相手。だいぶ怪しくなってきたんですけど、めちゃくちゃいいザップが、いやめちゃくちゃやばい、ピンチウィザードなんかしたっけ。まだね、まだ普通にジャイ対ペッカでやられてるだけなんですけども、さあ、言いたいことはわかるんですけどね、たまに強い、でもたまに強いのはたまにが多分1回なんでしょうね19% ですからだいぶいかれてますよ。さあ、とりあえず反撃したいっすね俺は。エリコン貯めて、もうウィザードなんか出さずにね頑張るぐらいの気持ちじゃないと、だいぶ苦しいんじゃない今。おこれはなんかチャンスタイムじゃない、ウィザードで刈り取れるってことしたの結果。ああなんか嫌だな。ウィザード?ウィザード?ウィザード?ちょっと頑張った?ちょっと頑張ったかな?てかこれ、勝つとね?いけ、レイジ!マジ?マジ?レイジ!ミニペ?もう一発?ニョキ!ミニペ?おい!そして?これはおっとまさか?ウィザードの5回に1回が?打ってくる。いや、火力だけはマジ優秀なんですよね。他のウィザード系と違って、いい部分が、火力が高いんでスピリットワンパンできるんですよね。マスケもエレキもアチャクイも相手のスピリット系ワンパンはできないんですよ。けどウィザードだけね、そうワンパンできます。なのでそのスピリット系の事故とかを起こしやすいっていうのは、唯一の本当ウィザードだからのだからこその、ね、メリットなんですけど、でもそんだけっていうでも別にそんだけっていう、それ以外ラバとか使っててウィザード来たらめんどくさいんですけど、ちなみにそのウィザードは世界、現段階、さっき見たバックなんであれなんですけど、現段階の世界トップ200で使用率0です。はい世界200で使ってる人いません。はい、みんな頭良かったっすわ。はい使ってたらね、もう本当バカか、相当すごいの2択です。よし、はい、と言ったとこで、今言ってリガー使ったっけ、エリコン頼む。これだけちょっと強いんじゃないこれどう、このウィザードだけちょっと強いスケバレスケバレコウモリだと、ちょっと待ってよ、今回ウィザードが暴れるぜ。いや俺のウィザードはね、一味も違うことをね、
証明したい。いやーでもなんかどうだろう、インドラ嫌だな、レイジーなのかザップでよかった。あでも走れ、お一発、あー雪玉。さあメガナイトコカツのM ナイトマスターさんなんですけど、雪玉っすね。とりあえずあのエリコンだけは拾います。あの全てを失う、あ全て失ったっすね今ので。あーめちゃくちゃいいあれやん、やりごぶ。さあ全てを失ったんですけど、こっから取り返せるかもしれないのがね、ちょっとウィザードでさえ取り返しに行こう。ウィザードなのかこのチンパンデッキなのかどうか。よし。いやマジで走れ走れ、ガチで走れお前ら、何やってんだよウィザード。さウィザードはボコられるが、ジョイパンチ。えちょっと待って、守れば勝てるぞ。スケバレのラックだけ、いやむずい。おっ147、ディガを拾えるかどうかってこと。あ無理やったな、めちゃくちゃ中途半端になった。そういう日もある。おでもウィザーとかちょっとガチでドヤンジャイだけど、このドヤンジャイがめっちゃいい。オッケーオッケーいけいけ、マジでよし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 。さあガーゴが竹取ってインスピ回復してウィザード決めちゃっていい。オッケー。よしよし。おいや、マジで。神相性引いてる。たまたまね。まあでも、ぶっちぎりウィザードじゃなくてもいいみたいなところはある。今のはね。まあエレキとか、まあ何でもいいか。範囲系だったら正直何でもよかったみたいなところはあったけど、あったけど、あれちょっといいやん、ウィザード。本当に勝率最下位か。今のところ 100% やろ、俺。さあ2002勝、まあね総合ですからね、全ユーザーの。一応この辺でなんかディガーたまたま来ても拾えるみたいな。さあミニペッカーが強い。これに関してはねマジウィザードの周りが強いんだよね、ちゃんと。あーもうそのラムもやだ。でもラムに対してもミニペッカー強いぞ、まあ、ラムプラスのね敗北とかでねウィザード溶けるのは辛いよね。テックとかあるのかな。お、あーマジであの絶対ランジャイしたっす。でも俺の計算によるとこれエレキが先行して来てほしいんですけど、どうでしょうか。先行先行。お、いやマジでミニペッカが強い。よしよしよし、メガラムね。いやメガラムは絶対一緒いいぞ多分。とりあえずリポンこう、リポンいて、まあ、U の黒いダクプリで受ける。まあこれはもうこのダックリだけで頑張ってください。え、あ素晴らしいザップ、やめてミニペが、ミニペがないで。いやでもよ、でも絶対きついぞ相手。俺の反撃、エリポンもう一個置きたいんだよね。置けるかな。あポイズン打たせよ。あウィザードお前最強のおとりやん。打たれんのらマジで意味ね。あーマジこのインドラやべ。あーめっちゃいいポイズンするやん。ちょっと待って、待ってくれよお兄さん。もうウィザード回しとけばねみたいな。いやラムがねどうやって止めようっていう。ザップあったな。これでも守んないと勝てないんで守って、
なんか負けそうだな、もう。これに関しては、こっち、あ、でもポイズン使ったね。え、マジあるある。人気だよ。もうラムボーイとか来ない。人気で、ワンチャンを掴む、姉妹ウィザード。あ、本気でやばいかな。本気でやばい気がしてるけど、あ、うん、なんか普通に負けたウィザードとか言われるけど全然普通に負けた。ただただなんかただただあれかな、エリポンにこだわりすぎたんですね。ちょっとウィザードかばっちゃってるんですけど相手にね、あのさっきみたいな小物系ね、コウモリとかね、それこそスケルトン部隊みたいなガゴムレとかいると大活躍するんですけどね、ああいう勝手のしかおらんやんっていう相手を引くと、うん、ゴコスかーっていうまあ頑張ってはいるんか、ウィザードも。まあ頑張るのは当たり前か、頑張ってくれ本当に。ゴコストも使ってんだからね。さあ非常にお暇ですが、よいしょ、フェニー、あ、こういうのでも結構いいんじゃない。フェニックスとかにもウィザードはね、卵になっても、まあ、その卵もろともね、炎で、おお、お、あ、やばい、生まれるやつや、うわ、どっちでうん、微妙に生まれるのやだし、やばい、めんどくさいってそういうの、やめて。エリババフェニックスゴーレムっすね。わあ、ガゴ出したくねえな。なんで、なんでお前が前に来んねん。さあエリポンゴレかな多分。まあエリポンチンパン対決でウィザードだいぶ強いぞ正直。これ相手の逆サイゴレ、ゴレの逆サイのエリポンいて、あ、ムシ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 、うん、からのもうミニピッカすら、いやー逆サイやべえかな。逆サイブーパー攻めもあるんですけど、まあ、とりあえずウィザード最強だなと。トルネが来ると思うんですよ。おい、ライドルの完全、そんな完全の仕方あるか、よしよし、まあ、まあこうなるんですよね。で残ったところをいい感じにかましたいんですけど、相手のね、あまりにもう一回守った方がいいですね。いやマジウィザードナイスナイス、ウィザード隠して、よしマジであるぞ。からのこれ逆、あ、ライドラもいるか、このぐらいなら単価できる、してみせろミニペ、いやー熱い、いけ、フィジカルを見せろ。いやーゴブジェルだったらやってた。いやだがしかしよ、こっから反撃のウィザードでゴレキともエリポンで守ります。ちなみに、え、これ買ってくれ、あんたこれ止めれんのっていう、うちのウィザード様だいぶお怒り状態。タルクは、あ、ウィザード、おい火力だけは一丁前、よし回復して、おっきょ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 、ウィザード卵をやって、卵ワンパン、卵もワンパンです。はい、ウィザードのメリットね、スピリット系ワンパン、そして卵もワンパン、はい、他のねマスケとかだったら多分2発かかるんでね対フェニックスにもちょっと強いよ。いやーこれはねミニペッカが頑張ってましたね。ナイスミニペ、おーめちゃくちゃチッチアピールしてくるやんこいつ。エリポンがねえなー、ウィザードもねエリポン
とウィザードどっちかに呪文を打たしてみたいなね。そんぐらいしてあげなきゃね。それやけない。おお、だいぶ来んな、お兄さん。お兄さん、だいぶ来んな。あ、ガチで普通にきつい。狙いどおりのウォールベイカー。一旦つけてから考えるか。ガゴキいないし。思って、ウィザードおるやん。ちょっと待って。ファイヤー。おおおお、いいよ。いや、なんか持ってねえか。この、ちょろちょろっとしかいない死に体に。ああ、でもいいやん。ノーダメやぜ。あ、棒に使え。あ、やべ。あっちね、こういうの、ほんと一番きつい。でもさ、このカウンター普通はきついぜ。見せてみろよ、パパの防衛を。あ、普通に言うの強い。いや、これワンプッシュに食らうんだよ。やるよ、そんぐらいくれてやるぜ。あ、二突進、それは一発だけ。うん、タワーもうちょっと頑張れ。さあ、え、これに関してはマジでウィザードお前にかかってる。本気で、本気でお前にかかってる。これも、あー、ちょっと立ち上がる。あー、ウィザードも弱っ。え、待って、今びっくりするが弱かったんだけど。今のウィザードが悪いんか。あ、ちょっと強すぎるか。わー、めんどくさいね。ナギも言ってるよ、あなたの戦い方めんどくさいね。落ちてたら、あ、ちょっと、あいつ本当に一生残ってんやん。あ、もうその当たるね。あー、やばいね、それ。でも気づきました、第三相手エルポンに何もできないね。うん、やばい。あ、もうこの入ったら終わる。え、ロケットリやん。え、あー、やばい。待って、俺がいた？もしかして俺がいた？さっきからなんか負けるたびに思ってる。もうウィザードのせいか、絶対。ウィザード、ウィザード、ウィザード。おや？マジ、アチャクイ強すぎるな。これアチャクイにしたら、アチャクイにした方がええか。まあなんか気づかねえとこで。足引っ張ってんだろうな、こいつ。かわい、かわいそうだけど。よいしょ。今すぐネクロにしてやる。さあ、痛いけど、まあ、エリポン受けてこのダメージって考えたら、全然いいんでしょう。さあ、もう、ウィザードを、餌にね、エリポンを蓄えたい。こいつも餌です。はい。さあ、雪コウモリ、やや珍しいですね。あ、ハンター、これ相手がさ呪文なかったら、レッツパーティータイム、ウィザード、ウィザードピーポータイム、もう行っちゃってる。いや、え、え、めっちゃ強い今ハンター。ハンター飛ばしたっすよ。ウィザード避けろ。オッケー、巧みなステップでプリトン避けていく。やっぱエリ、あ、やべ。あ、これでもキングギド、キングギド。はい、D が裏に来るの読んでましたよね。こっそ願った。いや、あれがダメだな、あいつが。あの、さあ、あのハンター、ハンターがちょっと強すぎる。でも待って、え、ウィザード、このバケモンやん。しかも、ゴブリンが遅れてくんだよな。間に合うな。一発？もう一発？あー、まあ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 、一発。一発かよ。いや、でも、キンキできてんな。トリトン、やだな。さあ、まあ。
バルーンガゴ、おお、なんかおしゃんな、おしゃんなバルーンが来てる。いやマジハンターが強すぎる。キョスケさえ溶かしてくれ。いやまあまあまあ、あだいぶやってくれてる。トレーンとかないし。お？よし。よし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 。あ、普通にこの形つけ。よしよし。え、めっちゃ良くない？この形。ウィザード、焦るな。お前ゆっくり来て。一応トリトン用に。お、一応。あー、めっちゃ綺麗に座れてる。だがしかしみたいな。これもう、行くっけないし。ウィザードが。ウィザード、頑張れ！援護しろ、援護しろ。ウィザード、お前、でしゃばんな。オッケーオッケーオッケー。さあ、でかい。相手がな、マジ。雪玉とかね。呪文がない相手にはね、めちゃくちゃね、有利になれるな、ウィザードで。まあ、ウィザードのおかげかって言われると、まあ、そうではないんですけどね、別に。さあ、もう完全にウィザードがいたから勝てたやんっていう試合をちょっとね、お見せしようと思います。称賛されるべきなのか。はい。ラバーだな。おっ、来た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 。こいつが一番輝ける相手だ。ヤナメザップだったらなおさらなんですけどね。ああ、レイジーランナーザップがいいな。ヤナメザップか。えっ、てかこの先行しとるって。ボケ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 。これ一旦いるといらんな。ミニペで、ミニペお前が称賛されるか。ナイスミニペパンチ。よし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 。あ、待って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 、熱いぞこれ。めっちゃ熱い。全部焼け、もう好きなだけ焼いてこい。触れんなお前。さあ、よし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 。え、あ、やるやんウィザード。あ、じゃあ来んな来んな。ウィザード様だぞ。ウィザード様つってんだろ。おいおい、マジウィザード様つってんだろ。ディガ、おい、オッケー。あ、うん、無能。いや、痛い、痛いな。なんか、見つけたらちょっとやだな。いや、でも、ジャイが犠牲になって、相手今ディガ使ったね。ディガ使ったね、お兄ちゃん。お兄ちゃんディガ使ったらイルポンでもって、あの、バルーンスケダル使ってんの。あー、読み穴雨だけやめてほしい。早いな。でも、レイジ。ただ一発に抑えろ。なんなら一発も入れるさすんな。おっ、いやー、プリンセスだいぶ首振ってるけどな。もうちょっと振れよ。これでもウィザードいっぱい出そうぜ。これ2周目も出したいな。バルーンで角度つけられるとね、ウィザードあんま大したことできないんですよ。これは仕方なくて、よし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 。なんだろ、なぜだ。もう右が刺さりそうですよ。兄さん、ウィザード、お前見せろ。レイジに乗ってない。焼きたいな、焼きたい顔してんな。ウィザード、いけ、焼いてこい、好きなだけ焼いてこい。からのこれダクトリミって書いた。よし、はい、陸受けが間に合ってません。でかっ、ウィザードですよそんな。はい。まあ、ネクロでも勝ってたのかなみたいな思いながらも、やっぱウィザードでしたね。ということで、ウィザード、まあ輝ける時もねあるとは思うんですけど、数少ないです。はい、勝率一番低いんでね、あのウィザード使ってる方はね、今すぐね他のカードに、変えることをおすすめします。
まあデッキだったり環境だったりでね、その辺も変わると思うんですけど、まあアスケ、アチャクイ、エリキ、アイスイズとか、まあ代わりはいくらでもいるんでね、ハンター、ネクロとか、はい、ぜひ他のカードも試してみてください。では、大塚ちゃんでした。まだね。